てください。早朝から長蛇の列ができています。こちらの会場で人気スマホシミュレーション RPG ファントム・オブ・キルの5周年マスターミーティングが開催されます。オープニングにはこのゲームを開発した今泉潤さんが登場します。5年間続けてきて長いサービスになりましたがね、今日は、ゲームの中もイベントも年に1回の、記念祭りなんで、はい、楽しんでいっていただければなと思います。いきますよ、はい、ファンキルが長く続きますようにスタート。よろしくお願いします。限定グッズ販売コーナーがオープンしました。5周年記念の本や T シャツ、バッグなど皆さんたくさんのアイテムを購入しています。アルマスちゃんです。かわいい。こんなになっちゃったの。すごい丸いですね。いつもこうスレンダーなキャラクターなんですが、こんなに可愛くなりました。来場したファンが5周年のおめでとうコメントを書き込んでいます。可愛いイラストも添えていますね。5周年おめでとうございます。ずっと続きますようにと、そんな願いも込められています。フィフスアニバーサリーお祝いアートギャラリーのコーナーです。総勢41名のイラストレーター陣により5周年を記念して書き下ろされた珠玉のお祝いイラスト一挙公開となっています。皆さんスマホで写真を収めていらっしゃいますね。プレイヤーレベル50以上のマスターに5周年オリジナルグッズをセットでプレゼントするというコーナーということで、こちらもたくさんの人が並んでいらっしゃいますね。実は私もレベル51なので限定プレゼントもらいたいと思います。お願いします。はい、右手をですね、はい、ありがとうございます。もらいました。嬉しい。マスターミーティング盛況でしたね。ファントム・オブ・キルの開発チームスタジオ FGG にやってきました。見てください、ファントム・オブ・キルの世界に登場する大きな木ユグドラシルが描かれています。ファントム・オブ・キル5周年ということで、多くの人がハマる魅力を今泉潤プロデューサーに伺います。課金要素みたいなところでガチャってキャラができた時に、普通のゲームって普通に育ってってこれぐらいの強さになるってなると思うんですけど、僕らのゲームランダム成長なんですよね。だからその運要素と若干のテクニックみたいなので固有性というか、それがやっぱりキャラクターに個性がついてるみたいなのが、あの数字で見えるっていうところがすごくハマったのかなっていうのがありまして、いわゆるアニメっぽいよねっていうゲームに入り口は見えるんですけど、実際中身は割と結構骨太な世界観とかがあったりして、彼女たちの戦う宿命とか、まあ、そういうのが世界観としてあって、その世界観とゲームシステムがなんかこうガツッと合ってるのがすごくいいのかなって思ってます。僕らはユーザーさんとのイベントみたいなのをすごく大切にしていて、やっぱりこのいわゆるコンシューマーゲームの売り切り性のゲームって、出して終わりみたいなところがすごくあったと思うんですけど、運営型のゲームということで日々改善していけるゲームになってきていて、そういうイベントでやっぱりいろんな意見を吸い上げて、そのユーザーの意見を反映していくっていうところができているのもすごくいいんじゃないかなと。やっぱり僕らものを作る人間たちとしてのそのエゴみたいなものもちゃんと持ちつつ、それをどう顧客満足につなげていくかみたいなっていうところのバランスをすごく取りながらやっていけているから5年続いたのかなっていうのは思ってます。エンターテインメントってやはりそのデバイスだったりテクノロジーの普及でいろいろ変わっていくと思うんですけど、時代とデバイスを超えていけるのは世界観だけだと思っているので、その世界観をしっかりと作って、その世界観を作るってことはやっぱりキャラクターを愛してもらうためにどうやって
あのキャラを運用していくかとか、世界をどう作っていくかっていうようなことをすごく意識して、親の世代がやっていて、次子供の世代も愛されていくっていうのがやっぱり長く愛される秘訣だと思うので、その世界観構築をすごくしっかりとやっていくのが大事だと思ってます。リアルイベントを地方で開催したり、私もイベントで豪華なプレゼントをもらったりしてびっくりしました。今泉純プロデューサーも世界観を大切にして続けていくことは使命だとおっしゃっていました。ユーザー愛にあふれていますね。キャラクターの育成であったり、バトルスタイルであったり、まだまだやり込み要素がたくさんあります。私もこのまま続けていきたいと思います。